フランツ・ベーヤーの水のせいというタイトルのワルツです。現代はフランス語でオンディーヌというふうに書いていますけれども、このオンディーヌというのはですね、その水のせいの名前で、しばしば女性の姿に変身して人間の男性と結ばれようとするんですね。で、そうすると魂を得ることができるんだが、何かこうショックなことがあるとまた水の形に戻ってしまって魂を失ってしまうとか、そういうなんかちょっと儚げなエピソードがいろいろ知られています。ピアノ曲でオンディーヌといえば、まあ何といってもラヴェルのね、夜のギャスパールの1曲目のオンディーヌ大変有名ですし、ドビュッシーのプレリュードにもオンディーヌってありますけれども、いずれもこう水のね、何か反射だとか流れる様とか、そういうものを描写しているんですね。ピアノの音色っていうのは水を表現するのにすごく向いているということで、ある時から作曲家たちがみんなこう水の描写をね、試みるようになるんですけれども、じゃあ今日のフランツ・ベーヤーのオンディーヌはどの辺が水っぽいのかというのを、まあ聞いていただきましょうか。神秘的なオンディーヌの物語、この曲から聞き取ることができたでしょうか。私には全然読み取れなかったんですけれども、
どちらかというと普通のウィンナーワルツというよりもウィンナーワルツですらないような、ちょっとなんかこうね、優雅さに欠ける若干野蛮なワルツのような気もしなくもありませんが、で具体的に言うとですね、昨日紹介した都庁のワルツとものすごくよく似ていますよね。メロディーのリズムパターンもほとんど同じ感じだし、でまあ同じ作曲家が書いて、しかも子供が弾けるようにね、あまりこう手の開きを使わないようにして書くと、まあどうしてもちょっと似てしまうというのはあるにせよですね、このベーアンっていう人の曲はものすごく三拍子の曲が多くて、まあ似たような曲がもうすごくたくさんあるんですよね。まあこの調子でね、同じような感じで曲を書いていけば、それはまあ500曲とか3000曲とか書けるのかもしれないんですけれども、明日もまたフランツ・ベーアの三拍子の曲をご紹介することになっています。お楽しみに。